天文中尊師を訪れ、任務に整列する職務を直接激励するのができ、大変嬉しく思います。昨年の熊本地震では、多くの大臣職務が被災者となり、中にはご家族が避難所での生活を余儀なくされた大臣もいるとしています。それでもなお、全ては国民のため、職務は正しい現場へと駆けつけてくれました。危険も変えず、夜を徹して、懸命の捜索救助活動をやり、最初の不安が葬儀を寄せながら、生活支援に全力を尽くしてくれました。自衛隊の最高指揮官として、そして内閣総理大臣として、改めて諸君一人一人に心から敬意を表します。陸海空統合人数部会の指揮官、小川清志理事長のもと、従来の発想にとらわれることなく、自らの発言、能動的に行動してくれた諸君、諸君の姿は、不安な時を過ごす被災者の中にとって、まさに希望の光であったと思います。泥にまで、雨に打たれながらも、もともと、任務にあたる諸君の姿は、多くの国民のために、鮮明に焼き付いています。本当に頼もしい、国民の中に全力で応え、国民から揺るぎない信頼を勝ち得た自衛隊を、私は誇りに思います。政府としては、これからも最地に寄り添った復旧を継続してまいります。自衛隊は今後ともすでに国民のそばが安心と勇気を与える存在であってほしいと願います。諸君が向き合うのはもちろん大規模災害の脅威だけではありません。北朝鮮による核・ミサイル開発は深刻さを増し、南西方面では外国軍機による領空接近も増加している。テロの脅威は世界に拡散し多様化しています。こうした現実から私たちは目を背けることはできません。日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増している。これが現実です。こうした現実のもと、今や諸君の日々の活動の全てが我が国の有機ない意志と能力を周辺諸国をはじめ世界に示すものであり、抑止力として大きな力となっています。我が国防衛上戦略的に極めて重要な南西地域島嶼地域を管理する諸君の役割は一層重要性を増しています。諸君の活躍に最高指揮官として大いに期待しています。いかなる力になっても国民の生命、財産、我が国の領土、領海、領空は断固として守り抜く、そして世界の平和安定に寄与する、それが諸君に与えられた責任であります。日本国民は常に自衛隊と共にあります。その誇りと自信を胸に、それぞれの持ち場において果たすべき役割を全うしてほしいと思います。一人一人が与えられた任務の重要性と責任を自覚し、ますます精錬されると切に臨み、私の激励の言葉といたします。平成29年4月16日、自衛隊最高指揮官、内閣総理大臣、安倍晋三。